島田市内の中学生が赤ちゃんと触れ合い、子育てについて学びました。体験授業を受けたのは、島田第一中学校3年の生徒です。生徒らは、慣れない手つきで赤ちゃんを抱いたり、ミルクを与えたりしました。どうですか？めちゃめちゃ可愛いです。そして、子育ての大変さを母親たちに尋ねていました。1時間寝たら、最初の授乳からもう2時間経ってるので、またお腹空いて起きちゃう。ってなると1時間しか寝れない時とかもね、1時間も寝れない時もある。そうした中でも喜びを感じる瞬間があるそうです。起きた時にやっぱ子供が目の前にいるっていうのが一番の幸せかなっていう。この体験授業は島田市が2015年度から実施しています。